こんにちは伊藤定一です今日は NFT とはとメタバースとはの Q&A です今日は読み上げをまた使います一つ目の質問は NFT は音楽業界じゃ余計を変えると思いますか山下達郎が配信したくなるシステムになり得るのでしょうかはい。まあ僕は NFT はコンテンツ業界も 大体全部いずれはすごく変えると思うんですけども音楽はもともと音楽を作ってる人たちと聴いてる人たちが結構近かったんですよね昔は「Campfire」の周りでみんなが踊ったり歌ったりしてたのが、まあ、多分音楽の最初の頃だったと思うんですけども、まあ、大量生産とマスメディアによってこのファンと音楽を作る人たちの間にだん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 こう組織とかディスタンスが出てきてで音楽っていうのは昔は本当に まあコミュニティとかこう直接つながってることにすごく意味があったのがなんかコンテンツみたいな風になってまあコピーをしてそのコピーしたものを再生するっていうのが音楽になっちゃったと思うんですけどももともとはやっぱり本物かどうかっていうのはすごく意味があってやっぱりそ,そのファンがちゃんとアーティストにあの愛を送ってアーティストがファンに愛を送るっていうのはすごく重要なコンポーネントだったと思うんですよね。で NFT っていうのは今までだったらただのコピーだったものを 直接あのファンがアーティストにお金を払ってるアーティストが直接物をファンに送ってるっていうこの絆をもう一回あのちゃんと表現できるようになることによってこのファンのが生きてくるんじゃないかなと思うんですねだから、まあ、短期では NFT に音楽をひっつけてマーケットプレイスで売ったりして まあそれもストリーミングよりはアーティストにお金が入るっていうふうにあの言われていてそこは少しは変わってくると思うんですけどもただやっぱりこうファンのコミュニティをどうやってマネージしてその例えばあの チケットの,あの,あの終わったやつがちゃんとあの NFT として残るとか、まあ、NFT として一つの,あのイベントで起きたことをこうあの思い出に残すだとか、あとファン同士のいろんなコミュニケーションをあの NFT で活性化するということはあると思うので、かやっぱりファンクラブだとか、イベントとかそういうところでいろんな NFT の使い方が出てくると思いますので、でそういう意味で少し今あのクリプトの値段が下がって、 転売でなんか稼ぐっていうような、少しこう。スペキュレーター投資家みたいなファンじゃなくて、本当にこうアーティストを愛してるファンたちがどうやって N. F. T. 使うかっていうアプリケーションが増えてきてるので。まあ、そこら辺が、まあ、伸びてくると、本当にいろんなアーティストがもっと使うんじゃないかなと思います。N. F. T. アーティストになりたいです。シリーズものが受けるらしいですが、何かアドバイス欲しいです。N. F. T. はアーティストにとってすごく面白いツールだと思うんですけども。ただ。 まあ結構今まではこう写真とかイメージをただ NFT のコントラクトに貼り付けてオープン s e とかでまあ転売するっていうのが一番最初だったんですねそれ一点ものとあのまあシリーズものっていうかコレクションでやるっていうのはあの流行ってたと思うんですけども,もうそれだけ単純にやってももう。 多分流行らなくてやっぱりコミュニティまあギャルバースみたいにコミュニティもあってアニメもあっていろんな仕掛けがあるっていうのはすごく必要だと思うんですよねだからやっぱりコミュニティが一番大事なので,でそれ勉強するのにはあの今話題になってる NFT プロジェクトのディスコードチャンネルに入って まあどういう話題があって、まあ、Twitter もそうなんですけどもどうやってファンたちとコ,あのコミュニケーションとかコラボレーションしてるかっていうのが多分一つやっぱり一番成功するポイントだと思いますし、まあ、カワイスカルさんもすごく一生懸命コミュニティを作ってるんですけどもでそれ以外は NFT そのもののコントラクトをいじって NFT のスマートコントラクト自体を一つのこうアートの,あの表現できる あの素材として考えるのもあのすごく面白いと思うので,で少し技術力は必要だと思うんだけども今までのと違うパターンでなんかゲームみたいなアートを作るっていうのは是非れかにやってほしいなと思います。 漫画と NFT についいてお聞きしたいです今後漫画は単行本より人重話し売りが主体になると思うのですが1話1話を n f t 化することはできると思いますかまた漫画は海賊版が未だに横行してますが n f t 化できればこれらは防ぐことはできると考えられますでしょうかはい まあ、NFT が出ることによって、まあ、本から一つずつのストーリーに分けるっていうのは当然あると思うんですね昔はこのアルバムに音楽が入ったのが一、まあ、つずつの曲がバラ売りされるようにあの iTunes とかでできるようになったと同じでただそれがあの海賊版が減るかどうかっていうことなんですけども多分漫画を単純に読みたい人たちは、まあ、コピーしちゃうと思うんですけども やっぱりさっきのミュージシャンの話と似てるんですがその漫画描いてる人たちと一緒になんかコミュニケーションがあるとかコラボレーションがあるとかコミュニティに入ってるとかファン同士のこうなんかやり取りがあるっていう、まあ、そこら辺が多分価値になってくると思いますしでやっぱり記念品だとか,なんか特別な漫画をコレクションするっていうような動きが出てくると思うんですよね。 で、やっぱり漫画っていうのは今まであのファンフィクションとか同人誌とかコミケとかそういう,こうプロじゃない人たちのコミュニティっていうのもすごく出てくるしど,れどの NFT からどの NFT につながってるとか自分のストーリーを引きつけていくとか多分そういう,こう半分クリエイターになってきてるファンたちのコミュニティーもいろいろあると思うんですよね。だかから多分今までできなかった クリエイターとファンの関係性とプラットフォームとファンの関係性っていうのが生まれてきていて、でそこの中で NFT が新しい役割を果たすと思うんですけれども、それがまあマチュールになるまでちょっと時間はかかると思うんですが、ここはすごく面白い実験たくさん出てくるような気がするので、僕も注目してみてます。おはようございます。ヘッドマウントディスプレイはどこまで小型化していくのでしょうか。メガネくらいおしゃれになったらいいのですが。オンプ。アップルもフェイスブックもメガネのまあ大きさぐらいの Augmented Reality、リアルワールドの上にこう動画とかイメージが浮くようなあのシステムを開発してるって言われていて、でこれはそろそろこの1、2年の間に出てくると思うんですけども、ただ、Virtual Reality っていうのは、すごくイマーシブですごくこう高画質が必要なので、それはなかなか小型化できないんじゃないかなっていうのと、あと結構その,あのフィールドビューが広くなきゃいけないので、こう軽い感じでは多分乗っかんないと思うので、 まあ、オーグメン t e d r リアリティ y はだから軽くなると思うんですけどもミックスリアリティ y とか Virtual r リアリティーはどうしても、まあ、重さは軽くなってもこう結構こう広いと思うのでメガナみたいにはならないような気がします。<music> こんにちは。現在、メタバースの懸念事項として、現実社会や現実の建物の保存をそのままメタバースに持ってこようとしている人がメタバースジャパンの理事をしていたりしますが、その人が作った VRC のワールドなどに行ったらっ帰なくて面白みが全くありませんでした。現在、メタバースや VRM を使った Twitch 配信で、個人の全く新しい考え方や発想が生まれています。 そこで格論として、現実社会または昔のフィロソフィーをメタバースで実現するという意味はなく、全く新しいファンタジーや空想世界が出来上がり、そしてそこで生まれるフィロソフィーが現実社会にフィードバックされるのではないかと考えています。また、ネガティブ思考や上下関係のような地位至上主義が限界に達しており、新しい世界を創造する楽しさによるポジティブ思考が必要だと考えます。そこで、ジョイさんにお聞きしたいのですが、今後、メタバースや NFT によって現実社会は生まれ変わることができるのでしょうか はい、僕も同感でリアルワールドをそのままバーチャルで作るこうデジタルツインみたいなのって、まあ、一部意味はなくはないんだけれどもやっぱりメタバースでできた新しい現実っていうのはすごく面白いし、まあ、そこがリアルワールドにいろんな影響は僕も与えてくると思うんですけどもでこれは NFT も含めたあのメタバースとか Web3 全般が我々の世界の見方だとか、まあ、我々が こう表現できることも変変わわるるとと思思ううのででこれ自然的に文化も変わると思うんですよねでそのメタバースみたいなこのイマージョンのとこだけではなくて Web3 がまあ使用権だとか投票権とか参加するっていうことができるのでこの組織そのもののこうインフラが Web3 に変化されることの方がでもどっちかっていうと社会的に大きなインパクトがあるんじゃないかなと思います。 ジョイさん、いつも楽しく見させていただいています。メタバースについての質問です。メタバースでの没入感には脳内のハック、視覚だけではなく、触覚、味覚などの認識器官を騙すが重要な気がしています。メタバースの普及が進むかを見る上で、脳内ハックの技術の進歩も同時に見ていった方が良いのでしょうか。また世界的に見て脳内ハックと HDM の融合はどの程度進んでいるのでしょうか。教えていただけると幸いです。 1962年のモーツ・ハイドリングという人がセンソーラーマーという、まあ、バーチャルリアリティみたいな体験があってでその時にも音だとか匂いとか風っていうのもその時点からあったし結構映画館でも匂いが出てくるシステムっていうのもあの日本でも開発されたので、まあ、昔から匂いをやろうとして,してきた人は いてでこう動きとかこのフィードバックこれ今でもグローブとかでもこう,こう感触を感じる、まあ、iPhone を押したりするときも出てくるハプティックスっていうのがあるんですけども、まあ、ハプティックのスーツとかいう話もたくさんありますので他の五感をバーチャリティにいろいろ入れていこうとしてはいます。 で、そこで今、脳に直接刺激するシステム、うちのメディアラボでもやってきたんですけれども、そういうはあの開発をされてくると思いますので、まあ、いずれか、五、ま、感、あ、までいくかどうか分かんないけど、多分一番難しいのが、匂いなんですよね。あのケミカルでいくあの匂い入れられるんですけどそ,その人によって匂いがトリッガーするものも違うし、結構複雑なタンパク質なので、あんまり細かくチューニングはできないんじゃないかなと思います。 ゲーム好き高校生の息子の親です若者はこれからウェブさんメタバースと関わっておそらくメタバース住民になると思われますメタバースで事件事故に巻き込まれないような対策などアドバイスいただきたいですはい。僕も東京で育った13歳の時は結構親にどこにでも行かせてもらって結構危険なものを見てきたんですよねでたまに危険な体験もしてきてでうちの母親とか がいろいろ指導してくれながら先輩たちも教えてもらいながらまあまああ幸いあんまり大変なことがなく大人になったと思うんですけどもそれと同じでメタバースでも結構嫌な人もいれば怖いところもあるし多分危険なことはメタバースでもどんどんあると思うんですよねやっぱり親としては今メタバースの中でどんなことが起きていてそして子どもたちと一緒に会話をしながらどんなことが起きているか あのどっちかというとコーチューみたいな感じの,あの立場を取るってことがいいと思うんですね。で、これはリアルワールドでも似てると思いますし、まあ人によっては多分ここら辺は意見が違うと思うんですけども、やっぱりあの子どもたちと敵対的なこう摩擦が起きちゃうと、むしろ親が嫌がるようなことをするので、むしろ危険だと思うので、だからあんまりこう厳しいルールっていうよりも、子どもたちと一緒に体験するっていう方が多分安全なんじゃないかなっていうのは僕の意見です。アメリカの あの子どもたちの,、まあ、あの医療とか精神学的なあのレコメンデーションしてる機関が昔は子どもは2時間しかスクリーンと一緒に接触しちゃダメだっていう話になってて子どもたちがそこにこうあの没入して、まあ、中毒になっちゃうっていう心配があったんですけどもただいろんな調査した結果5%ぐらいの子どもたちが 本当の中毒みたいな、こうなんか助けてあげなきゃいけない症状が出てなくて、まあ9割以上の子供たちっていうのは自分でこうコントロール、セルフレギュレーションっていうコントロールできるようになるわけなので、だからやっぱり2時間って言って親とこう敵対、 関係を作っちゃうと、そのスクリーンを使っている時間はもういかに親がやがるようなものばっかりやるんですよね。で、親と一緒に自分のセルフコントロールを学ぶっていうことがやっぱりあの一番良くて、で親とそういう敵対関係をわざわざ作らないっていうのが今のアメリカの子育てのあのまあ、レコメンデーションなので、かそういう意味で言うとやっぱり子どもたちと一緒に遊ぶっていうのがいいんじゃないかと思います。で、O N F D と来たので D V の動画をお願いします。うん というわけで次は DeFi とはのビデオを作ります